はい、皆さんこんにちは。居酒屋十、安西十です。ご無沙汰してます。今日はじゃん、イカを使って3品作りたいと思います。イカ飯塩辛、イカとセロリのトムヤム炒めに作りたいと思います。よろしくお願いします。今日用意したのは、冷凍のスルメイカ、最初にイカの掃除からいきましょう。まず体、胴体を左、足を右で、ここにちょっとくっついてるところがあるんで、ここ優しく外します。ピュッ、はい、引っ掛けを外します。そうしたら優しい力でそのままスーッスーッスーッ引きます。はい、そうしたらこれが胴体、こちらが綿、ゲソになります。でこの綿は使いますので潰さないようにしましょう。やってみて、このとんがったところ、ちょっととんがったところ、ちょっととんがってね、ここ、うんうん、ここでちょっとめくってあげる、うん、ここ、これ、これ、ここ、これがポイント、うんうん、見える、うん、ここを外してあげる、優しく優しく、一箇所外したらもう大丈夫。そしたら優しく、もう本当に優しく、チューって力入れちゃダメ、チューって、はい、はい、こんな感じ。こちら身、こちら綿とゲソ。そうしたら最初身の方から掃除します。この中に軟骨があるので、透明な軟骨があるので引き抜きます。はい、つまむと出てきますから。でこれもゆっくり、力入れないでスーッて抜いてください。スー、はい、これが軟骨。そうしたら流水で中をジャバジャバ洗います。中に中骨、こういうちっちゃい綿、これ必ず取ってください。きれいきれいしてください。これが、水洗い済み。はい、次はじゃあ、ゲソ、綿を掃除します。綿を取ります。綿はこの後塩辛に使いますんで、ここ目、目、目のちょっと上で外してください。ここわかるかな、目のちょっと上、そんなに気にしないでいいけど、目のちょっと上。そうしたらこれ、ここに炭袋、炭袋があるから、これをつまんで優しくね、これも潰さないように優しく、さーって簡単に取れますからね、優しく優しく、綿を傷つけないように。でこの白いなんか気持ち悪いのも取っちゃいましょう。優しく優しく。そうしたらこれが綿。はい、じゃあ次ゲソの掃除いきます。はい、イカの足は何本ですか？10本。はい、そうしたら10本あります。でこれ2本ね、これ生殖器いらないんで切ります。だいたいね、足の長さを折ってください。ここの普通の足の先端と、ここまとめて切っちゃいます。ザク、はい、こんな感じ、はい、こんな感じ。そしたらもう一回いくよ、はい、せーの、はい、そしたら裏返して、ここ、このちょっとね、見た目が違う、この吸盤がついてない足があるんですよ、これ、これ、ここを真ん中でこう取ります。あの切り離さないように、ちょっと切り目を入れます。そうするとこれがくちばし、イカのくちばしで、これ目ん玉をきれいに取ります。はい、これがくちばし、はい、で目ん玉、目ん玉も、はい、ちょっと潰れちゃってるけど取ります。そうしましたらこれ水洗い済みました。ゲソ、胴、身、綿で、今日は塩辛、これに塩を振って一晩置きます。塩はそうですね、結構強め、結構強め、バン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 、はい、裏返して、バンバンバン、結構もうこれ本当に、こんなにいいって感じ、はい、そうしたらこれは1日置きます。はい、そうしたらイカの掃除をします。皮を、これ、これ塩辛用、皮を剥きます。ごめんなさい、反対でしたね。まずここ見えるかな、こうキュッてつまむと指が入りますから、ここでピンと弾く。それでここもゆっくり、この胴体を押さえて耳を取ります。はい、さあ、はい、この裏、ここにこう引っ掛け、こうつまんでもいいし、もしあれだったらこう置いて耳を立てて指をツンって入れればいいから。でここを優しくチュー、あれ、優しくチュー。皮は手でこう引っ掛け作って、こうチュルチュルチュルって剥けますから、もし剥きづらかったらペーパータオルまたは布巾でも使って、こうやって皮を剥いてください。
表の皮をなんとなく取りました。そしたら包丁を入れて開きます。中、はい、こんな感じ。はい、そしたら裏側にも実は皮があるので、これも掃除します。ペーパータオルでつまむように取ります。そうしたらこの塩辛用の身もペーパータオルで押さえ込んで一日置きましょう。余分な水を取るため脱水します。ペーパーで押さえ込んで、でもくる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  でこれまたタッパーかなんかに入れて冷蔵庫で一晩置きます。一晩置いたやつ、そうするとこんだけ水が出てきます。で綿も結構カチカチ、この水を捨ててください。はい、そうしたらこの、綿を絞り取ります。まな板が結構汚れるので銀紙の上でやってください。銀紙を用意して、そしたらここに包丁で切れ目を入れます。切り離さない程度に、包丁を入れます。そうするとほらこんなガチガチ、これを包丁の背中側、峰の方でこう絞きます。でこの時のこの薄皮とかはきれいに中に入れないように、しっかり外してください。口に残ります。はい、こう綿を一回取り出します。そうしましたら、綿をボウルに移して、このゴムベラでよく潰してください。でこの時ね、まだ薄皮とか残ったら必ず取ってください。はい、よく混ぜます。ここに、煮切ったお酒、一度沸かしたお酒を、まあ、分量を見ながら少しずつ入れてください。今ここに 50cc あります。少しずつ入れて硬さを調節します。一回沸かしてください。アルコールを飛ばします。こちらが、一晩ペーパーにくるんで冷蔵庫でしまっておいたやつです。でこれもある程度水抜けてます。そしたらこれを包丁で切って、この綿の中に合わせていきます。そしたら大体食べやすい大きさ、まあ真ん中で切ってもらって、お好みですけど、まあ、ちょっとこう太めの方が存在感があっていいと思います。でこれを肝の中に入れます。この綿とイカの身をよく和えます。ちょっと味見をしてみましょう。美味しい。まあ、お好みなんですけど、塩を足して一晩置いた方がいいかな。一晩置いた方が味が馴染みます。もうこの時点でも食べられるんだけど、これはもうお好みで。チャッチャッチャッ。次、イカ飯を作りたいと思います。このイカ飯は皮とか掃除しないで大丈夫です。中の内臓を水でよく、抜き取ってください。そうしましたら、今日はイカ、スルメイカ2杯10くらいですね。でここに水に2時間つけましょう。でザルに切ったやつがこちらで、1人前につき研ぐ前の分量で 60g いきます。これを、胴体の中に詰めていきます。だいたいこの身満パンに入れてしまうと破裂します。イカも縮むし米も膨れる。だからだいたい6分目から7分目までお米を入れてください。そうしたらお米を詰めていきます。もち米、はい、スプーンで起こさないように、だいたい6分目、それでお米を詰め終わりましたら用事で止めていきます。はい、これまずご飯をトントンして、ここ縫うように、はい、用事で口、はい、刺して縫うように、はい、はい、できた。そしたら調理かかります。そうしましたら調味料を合わせて火にかけます。調味料はだしが 800cc、濃い口醤油が 100cc、 みりんが 100cc で火つけて沸かします。はい、沸いてきたらアクを軽くすくって、アルミホイルで落とし蓋をして、で中火にします。で20分、
はい、そしたら20分経ちました。今こんな感じです。パフ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 。はい、そうしましたら3品目、イカのゲソと、耳を使ってセロリと一緒にこのトムヤムペーストで炒めちゃいます。そうしたらイカゲソは、2、3本ずつに切り渡しましょう。切り離します。3本、2本、2本。はい、それで耳も、切りましょう。食べやすい大きさ。はい、じゃあセロリも、さっと洗って食べやすい大きさに切ります。はい、こんな感じ。炒め物用のイカはさっとボイルします。その方が最後炒めるのが簡単に済みますんで、さっとね、はい、さっとボイルします。はい、そうしたら炒め物いきますよ。フライパン熱します。はい、普通のサラダ油、じゃあこれ熱します。そうしましたら先ほどのペーストを先に入れます。ここで香りを出します。セロリ入れます。バーン、反対か、セロリバーン。でセロリを炒めます。そうしましたらさっきのボイルしたイカ、バーン。はい、出来上がり。できた。いかがですか？イカから3品、美味しいですよ。ぜひ皆さん家庭でお試しください。また来週。タコは足は何本ですか？10本です。Your hips on the move, only a real one can do what you do. I caught a body, but you was the shooter.